があって、これ深さ調整できる。はい、確かに。ギリギリ、ちょっとギリギリにしといて、うん、切った木でここに置いて、横の木に。こうやってやれば、この深さちょっといくぐらいにしとけば、うん、このまま、これ、後で切ってもらって、まだここに置けばいいですけど。だからもうこれ、切っても下のやつ切れないんで。なるほど。それの方が安定で。なるほどね。どうやって一人でやってるのか不思議であったけど。そういう手順があるわけね。あ、じゃあもうここまで行っちゃっていい？全然行けますね。で、これ普通だとちょっと長いんで、うん、あの、本当にいらないならもう900、あ、800ぐらいで。うん、こっち来ちゃって、こっち来ちゃって、3つか4つで並べる。すげえ角度つく。で、これが引っかからないんですよね、安全カバーが。ここでしょ、ここから引くんで、はい、今のこの辺で全然押してくれないときあるんです。あ、あれそれも大丈夫。引っかないの、もうこっちの置いとけば、もう安定してフラットにね、フラットで、これで。うわ、すげえ。ただちょっとあの、この角度がやりにくくなるかもしれないですけど。むずいけど、なるほど、すげえ。で、これ切るときも、ここに置いとけば、こいつが落ちずに。そうか、こいつは切れないのか。下のやつは全然切れないんで、もう、いらんやつはこういう切っちゃえばいい。ねえ、それでも切るときは、これ一回上げて、ここに壊してもらえれば、これがパンってなるんで。ここまで行ったら、引かずに一回止めてからやった方がいい。止めてから上げてあげる。ああ、なるほど。あの、キックバックで、ああ、はい、後ろに、立てることがあるんで。わざだ。わざちゃうな。俺が知らなさすぎるだけだ。今までのこの使い方を。なるほど。使いこなせてない。使いこなせてない。はい、できた。すげえ。そういうことか。2枚重ねてても厚みまでいかんかったら切れないって。確かにそうですか。日本語のミス。打つのはね、ポーの方が楽なんですよ。使い方じゃあ、はい、鉄砲。これじゃない。まずここポップがあって、これで上げたらエアーが溜まって、これ下ろしたらエアー抜ける。うん、上げてもらって、で、両下から、うん、溜まっていくんですが、で、こっちが高圧のコースなんで、まあ、数値見てもらったら、まずこっちは、こっち 1.5 だと出てる、3.4 まで。なるほど。これ今、抵抗ないんですけど、エアー入ってたら、結構ガッと、シューって言いながら、うん、やってる。そうです。が、これギュッと入れたらもう大きいにどんどん使えるようになる。なんやよ、わからん。すげえの。で、使う前に一回ここに油すかしてもらって。毎回がいいっす。はい、あの、朝です。ここに2、3滴ちょっと入れてもらって、このまんまこいつも抵抗あるんですけど、このまま入れてもらって、はい、あとはもう、1回連続で打ちたかったら握ってもらって、もっとドンと押さえれば、バシッと出てきます。握ってる状態でもバンと押さえなければ出ないってことです。なので押さえついてます。で、ゆっくりやりたかったら、こう押さえてから握れば出ます。パンパン打ちたかったら、このまま握った状態でパンパン打ちたかったら、
調子こいてこうやってやっとったら足刺したって言うんで気をつけて。そんな調子こいたいこれワイヤー入ってるんでめちゃめちゃ痛くて抜けにくくてたまにこのワイヤーが飛んでくるんで、それだけ気をつけてもらって、はい、一旦それだけ、はい、あんまりにも入るようだったらこれちょっと緩めてもらえばこっちはスーッと下がってくるんで、何度ぐらいがペースですか？3とか、うん、ぐらいで大丈夫です。これ何もせんの？別はもうないです。何もせんの？電源さえ入ってる、電源さえ入ってれば大丈夫です、はい、これにこっちにランプ入れるとめちゃめちゃ溜まっていくんで、まあ、この内装のこの辺だったら問題ない。で、ここが 1.3 とか、うん、だと多分入り切ることはない。多少の調整ならこれでいいです。こっちが出力の調整、そうですね。ここいつ出すとバなんで、この当て具合で、ああそういうこと、ちょっと変わるんですよ。なるほどなるほど。でこれが動かせばこの入る量が多少変わるっていうバネの強さで、そんなものですかね。これはもう最終でいいと思います。もう本当の実力です、はい、基本的にはここで、うん、で抜くときは左に回したらロックでこれ引っ張れなくなるんですよ。で終わって使わなくなったらもうこっちにオープンにして、これ引けば、ブシャーってなりながら、さっきこっち取ればいい。さっきこっち切れよ。あ、そっちでも。そしたらブシャーってならない。うん、もうあっちで。なるほど。これも回して押してもらった。もうこれはもうパチって言ってここまで入るまで、カチって言って押すんよ。そう。今絶対やって回った。うん、ちょっと回す。ちょっと回る。これエアがないからこう。この状態だと多分シューシュー言うときは、で、ペッと押したらもう一回回ったら、これがコックだから、これをこっちにしてれば溜まって、そうです、電源切るときはこっちやって、エア抜いといたらこっち取るときにシュッてならない。これはなぁ、高さん限定だな。そうだね、危ない、危ない。これは危ないですね、ちょっと危ない。まあ多分でもこうやってこうだよって言わない限り誰もネイル打てないから、出てこないじゃん。いやなんかいやーっとやって OK。 あとはもう